さあここでそれぞれの音楽の始めたきっかけみたいなところをやっぱ探っていきたいなということで、じゃあまあムッシュからいきましょうか。ムッシュは僕ですか。はい、うちの親父がミュージシャンだったんですよ。おーおーおおお、あと親戚もミュージシャンだし、そういう関係で自然とあの習わぬ経を読んじゃって、なるほど、自然ともう耳になんかそういう習わぬ経を読んじゃってた俺も、うん、確かにね、すげえわかる、だからそういうところがやっぱりグルーヴが合うんですよね、うん、なんじゃらかんじゃらジョーンです。 Yes, yes, yes. ジャンジャン、Yeah, yeah. 最高最高。一人の人間として幸せな時間を誰よりも歩いていくだろう。俺たちみたいね。そしてこの人のように君がある時何を見ても何をやっても何事にも感激しなくなった自分に気がつくだろう。そうさ、君は無駄に年を取りすぎたのさ。生きることなら一生赤ん坊でいたかったと思うだろう。 Yeah, yeah.すべてのものが珍しい。何を見たってやっても嬉しいのさ。そんな風な赤ん坊を君は羨ましく思うだろう。わっ！アコースティックっていうかカントリーウェイさんから入ったの。そうですよね。エレキギターはあるけどそんな主流じゃないか。エレキギターになったのは、うん、そうか、グループサウンドになってくる。そうですよね。エレキギターになるあれを見てるんですね。じゃあその流れを、時代の流れを、ね、うん、流れを。じゃあもうロックというものの定義の最初だよね。だからそのムッシュとかがやかそのやりだす。アコースティックギターにマイクつけてやってるのがだんだん、はいはい、アコースティックギターじゃなくて、うん、木の棒になってて、エレキになってたみたいな。あ、すごい話。エレキとの出会いみたいのって結構衝撃的だったんですか。いや、エレキはなんだろう、自分では持つはずはなかったんだけど、うん、周りがみんな持っちゃったから、ね、なるほど、なるほど。流行りというか、なるほど、持たなきゃダメみたいな。なるほどね。じゃあケンケンも同じような。そうね、ただね、俺はね、親じゃなくて兄貴だったね、影響は。お兄ちゃんがすごい影響でかかったかも、人生では一番。なんかうちの兄貴がレッチのチャド・スミスの表則ビデオを見てて、おしたらそれに出てるフリーを見て、こんな弾き方があるんだと、ベース、それがスラップだったんだよね。確かにすごいですよね。で、俺の親父の周りとかに全くないサウンドだったから、もう初めて聞いた音楽の感じ、逆に周りにない音楽だから、もうしびれちゃった。それで今でも覚えてる、そのこれだみたいな、俺の人生これだとの称賛。3歳ぐらい。かえな、かえな。3歳。字があった、字が。字がはね、ギリギリあるぐらいで、ね。そうだよね。うん、もうそ、え、誰に、何のあれ？お父さんが趣味でバンドをやってて、うん、ギターで。やっぱり、ね、そう、お父さんは割とロックンロールとか、そういうブルースとかファンクミュージックみたいなのが好きで、うん、それであんま覚えてないんですけど、うん、勝手にそのギターに向かってこう歩行者でこうシャーって行ってベアーってやったりとかしてて、で、すごく親が偉いなと思ったのが、オープンチューニングで置いてたんだって、ギターを。ギターのチューニングがもう弾いただけで和音に、ごめんなさい、和音になるもので置いといたから、もうそれで楽しくなって子供は弾いてたんだ。あ、いい親だね。それはね、俺すごいアイディアだなと思ってて、だから最初こういうバーから弾き出したんですかね。スライドバー。スライドバーから真ん中にはめて。ああ、あれね。そうそう。あ、いいですね。あれを子供の時から、あれから始めたってさ。
遺伝だよねとか環境だよねとか言うけど、でもこいつはさやっぱその親は別に普通に会社員だし、もちろんし、ね、好きではやってるけど、やっぱ楽器って練習しないと上手くならないからね本当に。その先のでも昨日もやっぱレコーディングしてて、もうあそこまでたどり着けないでギタリストだっていうやつもいるし、もうギタリスト一生やってもそこまでたどり着けない人もいるっていうぐらいのことなんだよね彼は。だから面白いね、彼が本当にちゃんと評価されない限りはこの世の中は多分何も変わらないし、だからすごいこう彼を正当な評価に持ってかせるのが今俺の一番こうすごい、ね、やるべきことなんベースをやることよりも龍之介を評価させよういやなんかね、本当に自分のこととか考えてもう音楽やるのやめようと思って最近、やっぱ次のやっぱベース始める子、その俺が小3の時にやっぱ見たの衝撃、電気みたいなの、衝撃をもう人にあげたいっていう気持ちしかない今は。いい、ね、いい話しちゃったね。そうでしょ、まあ、全部嘘だ、ね、全部嘘だ、ね、全部嘘です嘘でーす。さっきネットで知り合いました